歌手のアムロ・ナミエが5日、15カ所44公演に及ぶ全国ツアー、ライブジェニックを、埼玉スーパーアリーナでスタートさせた。6月10日に発売したヒット中の新アルバム、ジェニック、収録曲を中心に、アンコールを含む29曲を披露。ゴールデンタッチ、ではタイトルにちなみ、衣装も舞台も金ピカ一色に、ファン1万8000人も金のポンポンを振って声援を送った。アムロといえば、ライブ中に一切トークしないことで知られ、この日も、ノー MC、で約2時間30分ぶっ通しで歌い切った。それでも、今回のツアー期間限定の自身初のツイッターを4日から開始し、ツイッター初心者、よろしくね、とつぶやき、ファンとの交流に積極性も芽生え、本誌などにも、アルバムの楽曲が、ライブ映えして、見に来てくれる皆さんが楽しんでくれたら嬉しい、とコメントを寄せた。